最近 BJ はバリトンウクレレをよく弾いてます。でリーズナブルなウクレレ、それで、ピックアップのついてるものっていうのでちょっと探してみたんですね。そしたらこれがヒットしました。今日届いたので早速レビューしてみたいと思います。バリトンウクレレですね、お送りしましょう。はい、 BJ のウクレレ講座です。これちょっと形が変わってますよね。サウンドオールがここになくてこれです。ここに穴開いてます。はい、この小さいのもそうですね。はい、オベーションのギターご存知ですか。あれのなんとなく真似っぽい感じだと思います。ムッソというメーカーが、中国のメーカーがあるんですけど、それのブランドだと思います。ここ見るとバッキングって書いてありますね。ムッソのバッキングというメーカーのバリトンウクレレです。ちょっと音からいきましょうか。ちょっとチューニングがずれてますね。これピックアップがついてて、このピックアップにチューナーが内蔵されてるタイプですね。まだ届いたところで全然引き込んでないです。先ほどもう開封してすぐの状態です。だからこれもまだついてますよ。はい、バリトンチューニングです。サウンドホールがここに小さいですよね、ですので外へ出てくる音は小さいです。はい、でですね、オベーション、似たようなこれがついてるオベーションですね、あれのギターの場合は両側にこのこういうサウンドホール、枯れ葉と呼んだりするんですけど、こういう枯れ葉のようなマークがついて両方にサウンドホールが開いてるんですね。で、あれサウンドホールの面積はここにある丸型のサウンドホールと同じ、大きさになってるんです。ですので音の出方は若干違うんですけど、サウンドホール的な、容量でいうと同じ面積なので、同じような音なんですが、これはもうここにしかちょこっとしか開いてないので、ちょっと詰まったように聞こえます。でもピックアップ通した音って結構いいんですよね。聞いてもらいましょう。こんな音です。はい、どうですか。わりかしいい音出てますよね。これ利点としましてはステージに向いてると思うんですね。まあ、なぜかと言いますと、ステージって音量を上げるとフィードバック、ボディが鳴りすぎてブワーンっていう感じで響くんですけど、それを防止するためにサウンドホールのところにゴムとかでこうフェッて止めるような蓋があるんですね。でこれは蓋しなくてもここしか開いてないので、それほど影響はないかもしれないです。ただこれは大音量でやる場合だと思うので、まあ小さなカフェとかでやるときにはあんまりあれかもしれないですけど、これいい感じです。で軽いです。結構いい感じに軽いですね。で、スペックとかも見ていきましょうか。これ実はボディ材のところ Amazon で見るとブラックウッドって書いてるだけなんですよね。でこのパターン見るとアクロットのベース、ウクレレベースで、これでエボニー材っていうのがあるんですけど、見た目が一緒ですね。そのエボニーの木なんではないかなと思います。でこれ綺麗に裏側サップ入ってます。まあこれ天然の木で作られてるので、合板ですけども、化粧板のところで言うと、天然の木なので一本一本、まあ木目は違うと思います。こいつは、トップよりも裏のこのサップがいい感じですよね。はい。で、まあ中
中国から送られてきました。で、だいたい9日間で BJ んちまで届いてます。見ると2週間ぐらいの感じで書いてたんですけど、思ったよりも早く到着しました。で、あとですね、これ、このボディ見ていただくと、昔レビューしたことがあるんですけど、これ、はい、これをそのまま大きくした感じですね。これも、ピックアップ付きのウクレレなんですけども、はい、まあ、そのまま大きくなったような感じですね。はい、で、これですね、ここ見ていただくと、バインディングが、木で作ってあるようです。寄せ木細工のような、ちょっと手が込んでますよね。なんかあの印刷ではなさそうな感じですよ。木目が見えてますので。で、そのブラックウッド以外は書いてないんですけど、なんかマホガニーっていうよりはネックがなんかサペリとかその辺っぽいような、感じですね。で、ここの指板も同じような色合いです。はい、ローズウッドとかではなさそうな感じですね。で、バリトンウクレレでこれは結構重要なんですけど、ここトラスロッドが入ってます。ギターとかに入ってトラスロッドっていう鉄の棒がここにあるんですね。で、それを回すことによってネックのこの、順反り逆反りを調整できるものです。スケールが長いとですね、ネックにこう影響出たりした時にこのトラスロッドで締めて直すということができますので、こういう機能がついてるウクレレはいいと思います。はい、ちょっと前に、レビューしたらマハロにはトラスロッドは入ってません。だからあの弦をたまに緩めたりとか、針の強い弦張ってると緩めたりしなくてはいけないんですが、これはトラスロッドが入ってますので、まあ少々硬いテンションの弦でもネックの曲がりは大丈夫だと思います。このトップ落ちがあるかもしれないですけども、その辺は大丈夫そうですね。はい、ネックの部分はですよ、大丈夫です。で、ここ見ていただくとギターと同じようなピンで弦を止めるタイプになってます。これどういう仕組みかというと、このピンを外して、ここから弦が取れるんですけど、団子結びして入れてその上からピンで止めてる感じですね。これはアコースティックギターを触ったことある人、持ってる人ではすぐ分かる構造だと思います。はい、で、ピックアップ、これよくウクレレによくあるタイプですね。はい、このピックアップがついてます。これあのなかなか音質いいですね。で、チューナーも正確でした。これあの当たり外れがあるみたいで、チューナーがずれてるものもあるんですけど、これはあの問題なく、で出力も結構ありましたよ。はい、で、当たりなんではないかと思います。で、それからこれエンドピンが、はい、ここにこのままついてます。で、中華ウクレレのよくあるここについてますね。まあこの動画撮影終わったら BJ はここに打ち直そうと思うんです。ちょっと前の動画でお話したと思うんですけど、そういう感じになってますね。はい、で電池は付属してなかったです。自分で、あのいつもの CR2032 あのボタン型電池2個を入れて駆動した感じです。で、原稿がビタビタです。レビューを見ると原稿が高かったので直しましたなんていうのがあったんですが、これはものすごいいい感じにビッタビタで、低いというぐらいですが、すごく弾きやすいですね。ネックの幅とか見てみましょうか。ナットのところで38ミリですね。ナットの幅がです。で、12フレットで見てみましょう。 ちなみにこれ14フレットジョイントです。12フレットが 46.5 ミリ、はい、で厚さ1フレットあたりで見てみましょうか。18.5 ミリですね。で、こちらも10フレットぐらいがいいかな。10フレットぐらいの、フレットの上から測ってないです。指板からと、こっちの、この頂点までの距離で今測ってます。21.5 ミリということですね。薄くもなく、かといって肉厚でもなく、ちょうど標準的な感じで、すごく握りやすいと思います。で、ここ持った感じが、くびれてるわけではないんですが、抱えやすいですね。バリトンってボディも大きくなるので、ちょっとこの4弦まで遠いなっていう感じがするんですが、これそんなところはないですよ。だからもしかしたら今後ライブとかでよく使うかもしれないです。あの野外ライブとかあまりいいウクレレ持っていったらちょっとねっていうところの、ピックアップ付きウクレレで、使用するには最高なんじゃないでしょうかね。はい、今ちょうどマハロが在庫切れになってるので、それを待ってる方、もしかしたらこっちの方が言わないでおきましょう。おまけがたくさんついてます。付属のケースです。はい、写真で見た感じすごく良かったんですが、ガーなんですよ。これわりかし
お安そうなやつでチャックが引っかかるような感じ、あんまり長持ちしないかなっていうところではあります。はい、あとこの辺のベルトとかもちょっとお安っぽい感じがして、まあもともと値段がお安いですからね。はい、ちょっと不織布にプラスされたような感じ、まあ多少のこの中にスポンジも入ってるんですが、それほど長持ちはしないんじゃないかな、そのうちチャックが壊れるんじゃないかなっていうところはあるかもしれないです。でも背中にこうリックのように背負える2本ベルトがついています。それ以外のおまけがまたなんかすごい感じになってるんですが、これ初めて今日開けます。はい、まずストラップですね。はい、それから、これはカポと書いてありますね。カポ、はい、よくある中華ウクレレについてあるこの樹脂製のカポですね。はい、まあ使えなくはないですが、樹脂製なのであんまりちょっとあれかもしれないですね。で、これ弦ついてますが、レビューで見るとこれ普通のウクレレ用の弦でバリトンには届かないっていう話もあったんですが、ちょっと開けてみましょう。実際はどうでしょうか。ああ、はい、普通のレギュラーウクレレ用じゃないですかね。バリトンだと3弦と4弦って巻き弦なんですけど、全部これプレーン弦のやつがついてますね。だからお持ちの他のウクレレに使うのはいいと思います。で、もともと備え付けはアクイラっぽい感じの弦がついてますが、このおまけもアクイラっぽい感じの、質感ですね。その辺は、表記されてなかったですが、それからこのピンですね。はい、弦を止めてるやつ、予備で4つついてます。それからこのギターの形したやつはピンを抜くための、弦交換するための抜くための道具です。これピンがおまけについてるっていうのもなんかすごいですよね。はい、それからピックが2個にピックケースいっぱい入ってますね。あんまり使わないかもしれないけど、あるとちょっと嬉しいものですね。はい、それからこれは指に入れてウクレレを弾きながら、これですね、シェーカーのように使えるというような、まあシェーカーですね。はい、パーカッションのやつです。それからウクレレプレイ、ウクレレのいろんな説明が書いたものです。はい、英語です。まあまあね、この辺は、はい、英語で書かれてます。英語で読める方はどうぞ使ってくださいという感じですね。で、これついてるものはバリトン用ではないです。レギュラーウクレレ用のものですね。コードとかもバリトンのコードブックではないですね。はい、まあバリトンってあんまり出てないですからね、世の中にね。まあこれだけおまけがついてます。はい、ということで BJ のウクレレ講座、まあ、バリトンの入門にはぴったりな、ウクレレじゃないですかね。 BJ はこれをレギュラーチューニングにしようと思います。まあその辺の、お話はまた別の動画でお送りするとしまして、今回はこのバッキングの、バリトンウクレレレビューしました。それではまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。